おはようございます。5月31日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、156円の5040、できる限り40に近いところ、押し目買いで、ただし差し値はいたしません。156円の10でストップ、157の1525利食いのイメージを作っております。ユーロドルは 1.08 5060、売りから 1.0890 ストップ、 1.0805、 1.0795 で利食いを。ユーロ円ですが、169円の4030買いから差し値をせず、169円ちょうどでストップ、169の95、170円の05で利食い。ポンド円、199円10ちょうどで買い、差し値せず、198円70ストップ、199円の90、200円ちょうどで利食い。タイドル 1.275565 売りから 1.2795 ストップ、 1.269080 利食い。オージー円、103の6555買いから差し値せず、103.30ストップ、104の3040利食い。タイドル 0.665565 売りから 0.6685 ストップ、 0.6610 ちょうどで利食いを。ニュージー円、95円の6555買いから差し値せず、95円40ストップ、96円の2030利食い。タイドル 0.614050 売り、 0.6175 ストップ、0.609080 利食いのイメージを作りました。まあ、一旦今日は国際買い入れオペの減額の予想も出ておりましたが、現状維持で前回と変わらずということで、一瞬円売りが入りましたが、またもう一回押し戻されてきておりますが、もう一回157円の60をトライしに行くのかどうか、できればですね、買いたい水準は先ほど申し上げたように実は156円の40近辺です。もうちょっと様子見たいなというふうに考えております。また本日何かございましたら、ぜひお取引お待ち申し上げております。よろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこの辺で終了です。